桑原三郎は、日本の教育者、児童文学者、文学博士。日本児童文芸家協会顧問、慶応義塾、福沢研究センター顧問。人形劇、機関車、トーマスの原作となった絵本、記者の絵本の翻訳者の一人。1926年、群馬県利根郡池田村大あ奈良に、桑原武一郎、志げの三男として生まれる。 父は誕生4ヶ月前に腹膜炎で休止、母も生後8が月足らずで脳一血で死亡、祖母染めと共に乳母杉の僧の下で育った。12歳年上の兄、新一郎を父親代わりに5歳年上の姉とみ子が教育係になって幼少期を過ごした。その姉も18歳の時、災害死して、 兄一人ともう一人の姉長子が記憶に残る兄弟となったためか、兄弟愛は強かった。旧姓沼田中学校を経て、1948年、慶応義塾大学文学部心理学科を卒業。慶応義塾幼稚者教諭、慶応義塾大学文学部講師を経て、1990年、白百合女子大学児童文学学科教授。1998年、 同大学を退職。2009年、死去。日本児童文芸家協会、慶應義塾、福沢研究センター顧問を務めた。1995年、松市へと監修を務めた、岩谷さざなみ、獣定所の仲介で、日本児童文学学会賞特別賞受賞。1998年、日本児童文学学会賞特別賞受賞。ありがとうございます。